コレオスでコスタリカはコスタリカの国営郵便会社。現在コレオスでコスタリカの中央郵便局は1917年に建造されたエディフィシオコレオスに入居している。コスタリカにおいては1824年に制定された憲法によって国は行動、輸送手段、一般郵便の提供を義務付けられ、これが郵便制度整備への契機なった。 1839年12月10日、郵便に関する規定類の交付及び現在のコレオスデコスタリカの前身である国営郵便事業を設立した。1862年に切手の使用が開始され、翌1863年には国内初の切手の印刷が行われた。また同年ラテンアメリカ唯一の参加国としてパリにおける郵便会議に参加した。 1883年8月には、バンコク郵便連合に加盟した。1922年にコスタリカは、ウニオンポスタルパンアメリカーナに参加し、スペイン・ポルトガル及び他の様々な、ラテンアメリカ諸国と統一した基盤を持つ、郵便制度に参加した。1868年3月23日、ヘス・ヒメネス・サモラが改定され、 これまでの国営優勢事業を解組し、公営の営利企業ではあるものの中央政府からは、独立していない、コレオスデコスタリカが組織され、現在に至っている。ありがとうございます。